はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、フィットを、ね、台車でお借りしました。こちらね、フィット3の最終モデルということで S パッケージですね。早速外装の方を見ていきましょう。フィット3 S パッケージというわけで、いやもうね、このモデル最終モデルになりますね。今回ね、こちら私のフィットの、車検の間に台車でお借りするということで、ちょっと撮影しております。結構ねもうバンパーがねゴテゴテしてますよね。すごいねボリューミーに見える感じですよね。で S パッケージなんでね、結構、下回りがねエアロがかっこよくなってますよね。で今回ねこの色、これ紺色なんですよね。真っ黒じゃないです。横から見たらこんな感じです。いやーなかなかね、コンパクトなボディですよね、フィットって。ホイールの方はね、16インチということで、タイヤはね、ダンロップですね。後ろから見たらこんな感じです。やっぱりね、テールランプがね、やはり後期モデルの方がかっこいいなと思います。私のね、フィットハイブリッドね、この辺がねなんかハニカムでね結構デザインとしてはゴテゴテしてるんですが、やはりね、後期モデルは、シンプルな、テールランプだと思いますね。ここなんかこれシールっぽい、これ剥がせそうな感じですけど、これシール貼ってんのかな。いやここは塗装だな。でなんといってもねこの下の部分、ここがねかっこええわな。ここがな、一応マフラー見えてます。ちょっとね今場所を移動しました。ここね駐車場なんですけど、やっぱフィットってね止めやすいですよね。でこの S パッケージといえばね大きなリアウィングですよね。いやこれね相変わらずシャークフィンアンテナじゃないんですが、今度の新しいフィットはね変わってますよね。あとねフロントはね後期モデルはこの、インライン型のねヘッドライトになりますね。今ちょっとライトつけてみました。ここがねポジションランプかな。で、ウィンカーねこんなところにつきます。うん、クリアで綺麗ですよね。でフォグランプはね下の方になります。リアはこんな感じ。いやおとなしめにね、ついていいと思います。うん、この色かっこいいよね、真っ黒じゃなくて紺色で。で側面ねここ、サイドガーニッシュがねついてますね、 S パッケージは。いやこのフィット3の後期モデルね、私ね結構好きなんですけどね、今度のね4代目が結構おとなしいデザインなんで、まだまだこのモデルがいいなっていう方も多いですね。今度のねニューフィットもこれぐらいのねちょっといかつさが欲しいなというところが、いや本音ですよね。ではね、内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。内装はねこんな感じです。ほとんどね私のフィットと変わらないですね。パッと見ね変わったなと思ったのはこの辺ですね。なんかボタンが増えてるなという感じですね。で、カラーリングとしてはこの辺がねなんか青色だったんですね、私のはね。ちょっとハイブリッドカーをイメージさせるような青色が多かったんですが、この後期モデルに関してはね、結構黒基調と言いますか、パワーボタンのところもねなんかシンプルですよね。でシートの方はねこんな感じですね。布張りなんですけど、まあ、結構ちょっとねホールディングの良さそうな感じのシートになってますね。硬すぎず柔らかすぎずって感じですね。私の S パッケージはもうちょっとねオレンジ色がね結構強調されてるんですが、このモデルはね至って普通っていう感じですね。これねナビがねやっぱ新しいのって良くなってますね。これ Google こんな感じでスマートフォンに、コードをつなぐと、ほら下つなぐと Apple Music、これねスマートフォン iPhone とねつながる感じなんですね。いろいろこれ LINE じゃなくてメッセージでした。お買い物、いろいろ、あこんな感じで、すごい。ドア周りはねこんな感じですね。ここくさび型のデザイン、これね変わらずですね。この足元のフロアマットはこの側面までね、貼ってあるという感じで、あこんな感じなんや。
で、ここ ETC と、これね、シガーソケットと、USB の電源と。後部座席も特にね、変更はなさそうですね。このやっぱ布の素材が変わってるかなという感じですね。ここね、アームレストは出てきません。残念ながら。で、これね、肘置き。一応あるんですけどね、非常にこの微妙な高さなんですね。もうちょっとこう上にね、あればいいなと思います。まあせっかくなんでちょっと、後部座席倒してみましょう。後ろのね、ラゲッジルームも何も変わんないですね。あ、ここがちょっとだけ段差があるんですよね。よっ。まあこんな感じでね、結構フラットになりますね。いや、ほんとね、フィットってね、いいパッケージリングしてるなと思います。これね、私あんまり使わないんですけど、ほらこうやって、シートもね、跳ね上がるんですよね。そうすると結構巨大な空間が、室内空間が広がるというものですね。これシートすごいね、軽いんでね、女性の方でも簡単にできます。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ご報告によし。はい、ちなみにこちら本田さんね、ここでお借りしてます。ホンダフィットハイブリッド S ホンダセンシングということでね、今、こちら台車をお借りして走っております。やはりね、運転しやすいですよね。あ、この IDCD、すごいね、やっぱスーッとね走るんですよね。で、こういったね、あの視界の良さ、レーンを変える時のね、この視界の良さっていうのは、抜群にこのフィットはいいですよね。左右と後方がね、見渡せるという感じの広さですね。まあ、この出だしの時にね、モーターのパワーをよく使うという感じですね。だいたいね、15キロぐらいかなで、もうすぐエンジンがかかるという感じですね。いや、でもこういったね、あのストップ&ゴーが多いね。一般道ではね、あのこのスタート時の、モーター出力といいますか、その辺のパワーがね、結構強くて、キビキビした走りでいいなと思います。いや、本当にね、走りやすいんですよね、このフィットってね。あの一度ね、乗った方は分かると思うんですけど、やっぱね、この一般道ですごい走りやすい車だなと、使いやすい車だなという感じがしますね。で、あの私の乗ってるフィットはね、あの S パッケージなんですけど、結構足回りがね、硬くてね、あのタイヤをね、ミシュランに変えたんですよね。ミシュランのエコタイヤ、それでね、だいぶ乗り味は変わったんですが、この最終モデルのね、フィットの S ホンダセンシングはね、結構足回りがね、ふわふわしてるんだなという感じがしましたね。結構フィットってね、あのホイールベースが短いんで、跳ね上がるような乗り味なんですね。ここ路面が結構ね、古くて荒れてるんですよね。なので結構跳ね上がるような感じはするんですが、この辺のフィット3のね、後期モデルはだいぶね、その辺なんか柔らかいね、乗り味になってるなという印象ですね。あのスポーツモデルというよりはすごいね、なんか乗りやすい乗用車になったなという感じがしますね。今この白線をね、少し感知して、ハンドルがね、制御されましたね。これホンダセンシング、新しくなってます。こういった、最新機能も、少し追加されてるということですね。では、ETC 入ってないんでね、ちょっと現金で。ちょっと大きいのしかない、はい。ではね、S モードで行ってみようと思います。おふっ、わあすごいわ。あー、フィット元気ね。すぐね、あの制限速度まで行きましたね。いやー、やっぱフィットってね、元気だなと、元気な走りしますね。S モードにすると、タコメーターが表記されますね。で、この車ね、パドルシフトもついてるので、
結構シフトダウンとかしてね楽しめますね。で、実はねこれ7速まであるんですよね。 IDCD、スポーツハイブリッドということでね、結構ね高級スポーツカーとかに採用される、結構難しい機構の、トランスミッションがねついてるんですね。最初の方はね結構リコールとかあったみたいなんですが、この最終モデルねもうだいぶ成熟されましたよね。この IDCD、結構ファンがね、実は隠れファンが結構まだいるということで、いや私もねこの IDCD、結構好きなんですよ。このモーターとこのエンジンが、結構ねこの出力を、ダイレクトにタイヤの方まで伝えるということで、結構ねレスポンスがいいんですよね。その辺ね今度新しいフィットはどうなのかなという感じがしますね。特にね坂道ね皆さん一回これ経験してほしいですね。このフィットはこの坂道走る時のこのパワーといいますかね、ものすごい軽いんですよね。アクセルを、ほとんどね踏まないですよね。30% ぐらいですかね。最後まで踏み込むことってないですね、このフィットに関しては。今ねこのバイパスを走ってるんですが、今ふと思ったんですけど、静粛性が上がってるかこれ、ひょっとしてなんかロードノイズがね若干ですけど、聞こえてこないかなという感じしますね。なんか遮音性も上がってるような気がするぞ。はい、いかがでしたかね。Fit 3最終モデル、IDCD 良かったですよね。このモデルねまだまだ人気が、残るんじゃないでしょうか。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで Fit 3 S パッケージでした。じゃあね、ボーイッシュ。